松沢成文は日本の政治家、政治団体、神奈川力代表。神奈川県知事、衆議院議員、参議院議員、次世代の党幹事長、希望の党代表、神奈川県議会議員を歴任した。2011年6月から2017年9月、吉本クリエイティブエージェンシー所属。神奈川県川崎市幕生田生まれ。川崎市立生田小学校。 慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。中学校から大学まで慶応義塾に通学した。中学時代からラグビーを続け、高校3年時にはオール神奈川選抜チームに選ばれた。家族が田川誠一の支持者で、小さい頃から政治に関心はあったものの、親戚に全く政治家はいなかった。 大学在学中、アメリカに短期留学し、グリーンリバー短期大学に在籍した。また、講談社の雑誌ホットドッグプレスの海外取材員として、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア諸国を訪問、執筆活動を展開。大学卒業後の1982年4月、松下整形塾に入塾。同期生には、鈴木厚志、佐々木隆三、前田雅子らがいる。 松下政経塾在籍中の1984年、アメリカ合衆国ワシントン DC にて、ベバリー・バイロン連邦会議員の政策スタッフとして活動。翌1985年には、メリーランド州にて、スティーブ・サックス州司法長官のスタッフを務めながら、アメリカ民主政治を実践研究する。その経験に基づいて、この目で見たアメリカ連邦議員選挙を出版。 1987年に卒塾。同年4月、神奈川県議会議員選挙に、川崎市麻生区選挙区から無所属で立候補し、初当選。当時は29歳の誕生日を迎えたばかりで、神奈川県政史上最年少の県議であった。1991年に再選。1993年7月、任期途中で県議を辞職。 第40回衆議院議員総選挙に決闘したばかりの新政党公認で、旧神奈川2区から立候補し、当選。翌1994年末の新進党決闘に参加した。1996年、小選挙区比例代表並立制導入後初めて、実施された第41回衆議院議員総選挙では、神奈川9区から立候補し、再選。 1997年末の新進党回答に伴い国民の声に参加。民政党を経て民主党に合流した。1999年民主党代表選挙に立候補。代表選は菅ラオト代表の圧勝に終わったが51票を獲得した。2000年第42回衆議院議員総選挙で参戦。2003年2月に民主党を離党し、 4月の神奈川県知事選挙に無所属で立候補する意向を表明した。選挙は、名誉関係の中田博司横浜市長や保守派の石原慎太郎東京都知事から支援を受け、社会民主党参議院議員の田島陽子らを破り、当選した。2007年の知事選で、自由民主党神奈川県連推薦の杉野忠や、日本共産党推薦の鴨井陽子を破り、 自転の杉野に大差で再選された。多選禁止条例や受動喫煙防止条例の制定を推進し、2期8年間で自ら掲げたマニフェストの約8割を達成したと自ら評価する。2010年12月、高校無償化で朝鮮学校の補助金交付に関し、朝鮮学校の教育内容を確認する必要があるとして神奈川県が、 朝鮮学校への補助金室の内示を留保していた問題で自ら朝鮮学校を訪問して教育内容を確認し教科書の表現の見直しを求め学校側に文書で回答を求めた。視察の結果や朝鮮学校の回答などを総合的に判断し朝鮮学校へ県補助金の支給を決定した。松沢は拉致問題や砲撃事件は 非道な行為で北朝鮮への怒りは収まらないが、朝鮮学校で学ぶ子供に全く罪はない。こういう時こそ冷静に判断しなければならないと述べた。2011年の知事選に参戦立候補が有力視されていたが、2011年3月1日に同じ統一選の日程に組まれた東京都知事選挙への立候補を表明する。四選不出馬が、 有力視されていた石原慎太郎知事の事実上の後継候補であったが、石原が3月11日に東京都議会で4選立候補を表明し、石原の立候補を支持して3月14日に立候補を撤回した。2011年4月22日に任期満了に伴い退任し、5月に筑波大学客員教授に就任。 6月16日に吉本クリエイティブエージェンシーに所属した。他に、聖マリアン内科大学客員教授、神奈川工科大学顧問、明治大学兼任講師、PHP 総研、コンサルティングフェロー、一般社団法人首都圏政策研究所代表理事、一般社団法人スモークフリージャパン代表理事などを務める。2012年12月に行われた、 東京都知事選挙に無所属で立候補し、62万1278票を獲得したが、猪瀬直樹、宇都宮県事に次ぐ3位に終わり、協託金が没収された。2013年の第23回参議院議員、通常選挙にみんなの投稿人で神奈川県選挙区から立候補。74万207票を獲得し、得票数2位で当選した。 選挙後、みんなの党国民運動委員長に就任。2014年11月19日、みんなの党の回答決定に伴い、和田正宗と共に、新党結成を模索するが断念。11月26日に、入党要請を受けていた次世代の党に入党し、副党首に就任。12月25日、 第47回衆議院議員総選挙で落選した山田博史の公認として幹事長に就任。2015年8月26日、次世代の党の党首選に立候補する意欲を示したが、党債権への路線対立を理由として27日に離党届を提出。28日の両院議員総会で離党が了承され、無所属となった。その後、二千十六年七月に、 参議院院内会派無所属クラブに参加した。11月17日、地域政党自由を守る、解雇門に就任し、2018年まで務めた。2017年9月27日、希望の党創設に参加する。11月の希望の党共同代表選挙後の、党役員人事では、参議院議員団代表に就任した。二千十八年五月、分党により、 新たに決闘した、希望の党の代表に就任した。希望の党代表時代は、日本維新の会との連携を重視し、2019年1月には、参議院で、日本維新の会との統一会派を結成。同年5月9日には、第25回参議院議員通常選挙までに、日本維新の会との合流を目指す意向を表明したが、希望の党存続を主張する党内の反発を受け、 5月28日に党代表を辞任した。6月11日に記者会見を行い、希望の党を離党し、日本維新の会に入党したことを明らかにし、同年夏の参院選には、日本維新の会から立候補することを表明した。2019年7月21日の第25回参議院、議員通常選挙において、 神奈川県選挙区から立候補五575,884票を集め4位当選反対署名活動を行ったカジノの是非を決める横浜市民の会の共同代表だった小林施設が松沢の支援団体の代表世話人を務めることを明らかにした。英語を第2公用語化してバイリンガルシティを作ることを公約に掲げた。7月29日に 日本維新の会に離党届を提出。8月6日付で受理された。8月8日の横浜市長選挙が告示され、出陣式には上田誠司参議院議員が応援に駆けつけた。立候補を届け出たことにより、同日公職選挙法の規定により参議院議員を退職した。松沢の退職に伴う欠員補充の補欠選挙は行われず、 翌2022年7月に実施予定の第26回参議院議員通常選挙において神奈川県選挙区第5位の当選者が松沢の残余人気を務める合併選挙となることとなった市長選挙では16万2206票で5位にとどまり落選したが協託金没収は免れた教育産業振高治安政策外交安全保障 政策受動喫煙防止条例その他、健康増進法改正 JT 完全民営化、江戸上天資格復元その他。ありがとうございます。